皆さんいつもご視聴ありがとうございます。くるこやです。今回の動画はこのキャンドゥアルストを安全に使いながら、かつ実際のシーンで利用するということで、このバーベキュー用ジェルタイプ着火剤、これを使って炊飯をやりたいと思います。もうジェル燃料自体はこの中に仕込んでおります。ジェルの仕込み方自体は一つ前の動画で説明してますので、そこを見ていただくとして、ありがたいことに前回の動画を見て、20分燃焼するなら炊飯も可能でしょうかというコメントをいただきましたので、僕は多分15分ぐらいでいけるかと思いますんで、今回はその量で調整しています。はい、ちなみに今回のこの1号のお米についてはもうすでに給水をさせて準備しております。そしてこのメスティンで炊飯をしていくという感じでやっていきたいと思います。それでは容器の空重量を測っておきます。蓋を乗せて 22g、 ジェルを入れた状態の重量を測りたいと思います。はかりを置いて、はい、47g、まあ、差し引きすると 25g 入っていますね。はい、それではお米を入れますね。これセリアで買った野菜保存容器なんですけど、これなかなか良くて、1.0 の目盛りに水がありますんで大丈夫ですね。はい、蓋をして、これで炊飯の準備が完了しました。はい、今回の五徳はこのビーパルの付録でついてた五徳を使います。これで距離が明確になると思います。はい、メスティンをセットしました。ホグチからメスティンの底までの距離は五徳の距離と一緒で、2センチ5ミリで今回はやってみます。はい、今回も安全に火をつけることができました。25g でどれぐらい燃焼するか時間も測っておきたいと思います。はい、今日の気温は今この部屋6度ぐらいです。はい、加熱の効率を高めるためにリフレクターで囲んでおきます。前回の燃焼の検証の時のように1分30秒ぐらいで本燃焼穴からも炎が確認されました。手前から見える炎がちっちゃかったのでちょっと心配しましたが、奥の方に炎が回っているようですね。グツグツといい音がしてきました。ちょっと忘れてたんですが、よいしょ、今7分30秒ぐらいですね。そしてもう一つ忘れてまして、ご飯のお供を上にのせたいと思います。今日はこのバターチキンカレーにしました。
もうすぐ11分になります。いい感じで湯気も出てきて、ご飯のいい香りがしています。少し燃焼は弱まったように見えますが、まだ安定してますね。まだ、焦げたような匂いはしていませんが、湯気がもう出なくなりましたので、そろそろかなと思います。はい、12分になりました。湯気は多少出てるんですけれども、音がしなくなってきましたので、このままいくと焦げる可能性があると判断しましたので、火から下ろしたいと思います。今回 25g だったので、ひょっとしたら 20g ぐらいでもいいかもしれません。今回ちょっと燃焼が終わるまで炊飯は継続しなかったんですけれども、やっぱ野外では時間調整が難しいので、可能だったら僕はマトリョーシカ炊飯をおすすめしますね。ではちょっと前後しますが、保温容器に入れて蒸らしに入りたいと思います。はい、20分間放置して蒸らしましたんで、中身を取り出したいと思います。いい感じで熱いですね。はい、それでは蓋を開けたいと思います。よいしょ、いきますね。めちゃくちゃいい感じで炊き上がってるように思えます。よいしょ。それではですね、お皿を準備して容器の底も確認してみましょう。スプーンを入れた感じ、べちゃつき感とかもなく、底の状態も焦げつきとかも一切なくて、いい感じに炊き上がってますね。なので、やはり12分ぐらいのあの炊飯、あのタイミングが良かったんだと思います。バターチキンカレー、いい音してますね。程よく温まってますね。よいしょ。やっぱこの手のカンカンは開けにくいですね。さあ、それではこれをかけていただきますよ。結構ルー多めが僕は好きなので、そこから考えると、これはこのシリーズの缶詰は 0.55 炊きぐらいがちょうど良さげな感じですね。まあ、それでもめちゃくちゃ美味しそうにできました。はい、お腹も空いてますんでいただきます。ちょうどカレーに合うお米の炊き具合でめちゃくちゃ美味しいです。検証結果のまとめになります。今回は 25g でしたが、比例計算でいくと 23g ぐらいですかね。火口から、容器の底まで 2.5cm、 この距離で炊飯をすると12分ほどで1合のご飯が美味しく炊けることが分かりました。
ちなみに、環境温度は26度ぐらいだったんで、ちょうどこの時期、いいかもしれません。皆様の炊飯のご参考になれば幸いです。今回の、検証動画いかがだったでしょうか。参考になったとか、クルコヤ応援してやるぜって方はグッドボタンもしくは、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様また次回よろしくお願いします。クルコヤでした。